ハロー、ニメハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はゼノンザード第74回配信を撮っていきたいと思います。さて、ステージ18、アインスさん前回負けておりますので、今日こそはもうボコボコにしちゃいますよ。フラグ。じゃあストーリーはスキップということで、じゃあバトルをやっていこう。勝てるかな。始めよう、熱き戦いを。あ、一応リンドウ君で行くっていう設定だったっけ。前回と同じならば、おそらく赤デッキで向こうは来るんですが、赤デッキが苦手だなっていう。いや、まあどのデッキも別に得意な対面はいないんですけれども、赤がでもやっぱ特に苦手かな。あれ、黄色？黄色だったっけ。もうダメだ、なんか日を何なんかまたいでるから。案ずることはない、僕がついているからな。うん、見せてやろうじゃないか、僕たちの友情、努力、勝利を。よし、これでいこう。結構出だしはいいです。出だしはいや、前回もこうだった気がするな。さあ、僕についてこい。順調だな。このミニオンを召喚するのはどうだ。ミニオン召喚。このカードを選択しないか。このミニオンをベース。もうここはターンエンドだ。ターンエンドだ。召喚するのはどうだ。我の召喚に、よ、このミニオンを思い、このミニオンを召喚するのはミニオン召喚。ここはターンエンドでいいと思うぞ。ターンエンドだ。下げられたか。これきついね、なんか。諦めた時点でバトル終了なんだ。もう負けムードが漂っていますが。我の召喚に応じよ。このカードを選択しないか。このミニオンをフィールドへ移動させるか。フィールドへ、このミニオンを召喚するのはどうだ。我の召喚に、よ、このカードを選択しないか。このミニオンを召喚するのはどうだ。我の召喚に応じよ。ここはターンエンドでいいと思うぞ。諦めた時点でバトル終了なんだ。もうすごい順調だな。ライフにアタックしないか。諦めムードがすごいあるな。
鬼は貴様だ。だと？よし、ライフにアタックしないか。次は貴様だ。よし、このミニオンをフィールドへ移動させるか。あ、そっか、こっちのフォース割られてるから。何か手はあるか。あんまりないです。どうしよう。でも次のターンでこの子が出したいので、何か手はあるか。ミニオン召喚。このカードを選択しないか。このミニオンをベースへ移動しないか。ここはターンエンドでいいと思うぞ。もう遅いのやめろ。諦めた時点でバトル終了なんだ。順調だな。このミニオンを召喚するのはどうだ。ここで出していいもの。さあ刮目せよ。消え去れ。これ次のターンで、いやまだ大丈夫か。フィールドへ。もうできることはないな。ターンエンド。やるな。諦めた時点でバトル終了なんだ。このミニオンをフィールドへ移動。フィールドへ。ライフにアタックしないか。消え去れ。朝飯前だ。これはいけるか。ちょっと待ってよ。いや、マジック発動。このミニオンを選択しない。ライフにアタックしない。消え去れ。あ、やったー、いけましたね。もう次のターンはこれはもうなかった。やったー。今回の戦績だぜ。今回も2戦目でなんとかなりましたね。さあではアイディエッタさん挑戦してみますか。では行きます。
今回も負けたらば、また次回アイディエッタさんに勝つところからスタートという形で取っていきます。ま、ヒナに任せとけって。あなたも私の治療が必要ですか？わざわざ負けに来たってわけだ。これでいっちゃうか。まあかな。ひねってやるか。マナ、ターンエンドです。まあまあじゃん。このカード、マナ、セット、このミニオンを召喚したら、ミニオン召喚。このカードでいいんじゃね？このミニオン、ここでターンエンドすれば。ターンエンド。冷静に行きましょう。マナ、セット完了。マナ、このミニオンを召喚したら、ミニオン召喚、このミニオンベースに移動させたら、このミニオンを召喚したら、ミニオン召喚、このフォースにアタックすれば、これ行くかどうか迷うよね。行ってきますか。行くぜ。お手並み拝見だな。行きます。マナ、セット完了。諦めるわけにはいきません。一気に攻めます。負けます。ターンエンドです。全部ヒナに任せとけって。よっと、このミニオンベースに移動させたら、このミニオンを召喚したら、ほら、働いてこのフォースにアタックすれば。行くぜ。フォース破壊と。ターンエンド。もうちょい手持ちが欲しい。私のターンです。いいですね。諦めるわけにはいきません。ベースへ移動します。これはどうですか？これはどうですか？計算通りの流れだな。よっと、このミニオンを召喚したら、ミニオン召喚、このカードでいいんじゃね？このマナ、フィールドに移動させたら。これってさ、何ターン？これって永遠に動けない？攻撃できない？ブロックできない？これ一体何ターンなんだろう。フィールドへ、このフォースにアタックすれば。行くぜ。アタック成功。行くぜ。バカだな。ま、余裕だな。冷静に行きましょう。マナ、セット完了。この力で人類を救済します。ミニオン、うわー、フィールドターンエンドです。計算通りの流れだな。よっと、このミニオンを選択したら、ライフにアタックすれば。行くぜ。パスすれば。アタック成功。よっと、このフォースにアタックすれば。これどんな効果？他の、ちょっと待って。破壊時、落ち着けって。
え、こっちの方が、ま、いや、とりあえず落ち着けって。で、これを召喚しようか。眠いさ、このフォースにアタックすれば。BP 200だよね。行くぜ。マジかよ。ちょっと置いとこう。ま、余裕だな。私のターンです。行きましょう。行きます。このミニオンを召喚したら、こっち来い。パスすれば。諦めるわけにはいきません。一気に攻めます。パスすれば。できます。パスすれば。一気に攻めます。パスすれば。ターンエンドです。計算通りこと思いついたから。こっちの方がいいやろ。マナ、このマジックがいいんじゃね。やっとく？ここだろ。このマナ、フィールドへライフにアタックすれば。行くぜ。アタック成功。ミニオン召喚。このフォースにアタック。行くぜ。そのまま攻めよっか。ま、余裕だな。冷静に行きましょう。マナ。人類を救済し、これもう無理じゃない？お願いします。畳みかけましょう。ターンエンドです。計算通りの流れだな。よっと、このミニオンを召喚したら。あ、そうかそうか。マジですげえからビビんな。これ平いある？邪魔なのこの子か。ライフにアタックすれば。あー疲れた。おー、いけました。やった、1回目でクリアです。ちょっとあの真ん中辺危なかったですけど。というわけで、ヒナが負けるわけねえっての、第74回ここまでにしたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回は多分20回、ステージ20かなが解放されてると思いますので、多分ステージ20をやっていく。あ、まだ待って、解放されてない、バトルない。あ、話が読める。わあ、めっちゃ楽しみですね。さあ、そんなわけで、ではここで失礼します。